おいそこんにちは、アメリです。今回はカイトを使っていきます。バインドスキル3つに封印にボイス。はい、ということで、僕がジンを打つときにこれを言ってたことを知ってる人は多分一人もいないと思います。はい、で、27ターン変身の右上固定ルーレット移行生成ですね。これも初かな。で、ランダム変身します。変身先3つあって、1個目バインド封印指プラス10強2つに無効貫強みのコンボ強化2つにボイスで、3ターンスキルで最上段を横一列闇変換で、3ターン闇属性エンハンス2倍でまた変身します。で、変身すると次、まあランダムなんですけど、10だと、3ターンで打てて6解除の回復以外が6個生成闇ね。で、3ターンなので3コンボ加算します。で、さらにもう1個が、今度は3ターンで打てるんですけど、6解除の闇回復15個ずつ生成。これすごいめっちゃ強いんですよ、これ。で、ダブル吸収無効3ターン継続めっちゃ強いです。このロットをいかに引くかだね。で、リーダースキルは全員一緒で、闇の2コンボで 30% 軽減、攻撃力8倍、固定1000万ダメージ、闇属性全プラ 2.8 倍なので、シーウルフと全く同じ耐久性能です。ということで、今回は、このね、ランダム変身という運ゲーを取っ払うために、3体入れて、もう確率の壁を超えていきたいと思います。ということで、アマージュアシストの、で、手塚アシスト、あ、これね、軽減振ってるけどいらないですね。ミストバーンでやる場合、さっきまでね、ちょっとミストバーンでやってたんですよ、相方。で、やる場合は、ちょっとオシリスの10万固定食らっちゃうと、次のブリトラインドラを受けるために軽減が必要になってきたので、入れてるんですけど、まあ、今回はいらないですっていう感じですね。なので、じゃあ、キラーにしますか？ドラゴンキラーにしてあげたらいいかなって思います。っていうのも、あの、ミルの無効貫通が、抜きやすくなると思うので、ちょっとじゃあここは全員ドラゴンキラーに振っていきたいと思います。まあ神キラーにして道中を抜きやすくするでもいいとは思うんですけど、とりあえずちょっとドラゴンキラーも余ってるということで、ミストバーンの方がコンボ加算が多くて良かったなっていうのはあったんですけど、まあとりあえずこれで、手塚とで、ハンマー裕次郎でチャコールにはウルトラマンなんかダイナかなんかの武器をつけて、ガロの方にアメノアつけて、で、ブラックバード、ラジオですね、いきましょう。これでいきます。はい、まあ、ブラックバードの方がね、なんやかんやいいですね。無効貫通やっぱしんどいなって思いました、ミストバーンでやると。うん、まあ無効貫通にすればいいんだけど、ミストバーンの超覚醒、まあそこはね、いろいろよしあしあるね。あ、そこもカイトですね、残念。ということで、まずはアメノア打ってブラックバード変身、3ターン待ちます。闇はまあ一応ルーレット生成してくれるんでいいんですけど、はい、じゃあこれで、うーん、木ガイトガチャ、いやー、いいね、光当たりです。あー、いいですね、いいと思います、素晴らしいと思います。じゃあとりあえずこれで待ちの、はい、まあこれね、変身した時に2コンボ加算があるのがね、意外と便利よ。で、今回これで1000万固定持ってるので、普通にカイトだけのパンチで抜けますね。今回はブラックバードと合わせて1250万になるのかな。だからあれ抜けるんじゃないかな、パズル教室階層、多分1200万で抜けるような気がする。で、今回はここは2階層これ打ちます。新たなる光ですね、ターゲットしよう。まあワンチャンここでね、一応変身もう1回ガチャ引けるので、変身ガチャ引けるんで、ここでロットを引けなかったら結構しんどいかもしれん、うん、だいぶしんどい。次のダメージ吸収回数はちょっと避けて通れないので、まあ、ここの属性吸収に関しては、まあ、ロット引いてれば普通に対策はできるし、ワンチャン引かなければいいだけの話だし。で、ここをとりあえず3ターン待ちますね。あー、どうしようかな、ブラックバード変身だけでいっか。盤面がこんなもんでいいか。6コンボ、いや違う、7コンボしないといけないのか、まあ、これで突破します。 OK ですね。ミストバーンだったら6コンボでよかったんだけどね、ちょっとここの1かね、でかいんすよ。あのあれの時と同じだわ、裏飯ゆうすけと同じ感覚を味わうわ。あ、でもいけるか、コンボ加算あるから、じゃあ今回これでいこう。まあ2枚あるしな、スキル。まあ、今回コンボ加算あるので、闇の3セットでぶち抜けると思います。OK ですね。はい、で、続いて4階層。まあ、ここは普通に闇のコンボ強化生かして、闇の2セットで10コンボすれば問題ないですね。じゃあ、これで一旦突破して、
で次はまあ画廊打ちでもいいんで、ただ闇の2セットをミスって組んじゃうと固定1000万ダメージが入って敵の行動ターンが変わってしまうので、まあ、そこだけ注意がいるかな。まあ、3セットあるので問題ないかなと思います。でまあハンターハンターはね、僕は一応ちゃんと見てますから、それなりにめちゃめちゃ詳しくは見てないですけど、まあ一応一通りアニメ見たかなっていう感じですね。漫画まではちょっと、まあ暗黒大陸から永遠に進んでないことだけは知ってます。まあハンターハンター全く知らない人でもね、多分ねこのことは知ってると思うんですけどね、あの今から読み始める人に言っておくとですね、終わりません、ハンターハンターは。はい、いつ終わるんでしょうっていう感じもはや完結するのかどうかすら怪しくなってきましたね。でもしね、まあこれ作者が書いてないからなんですけど、まあ書いてないとは言っても、まあ、そんなの作者にしか分かんないわけで、もしかしたら書いてるかもしれないからね。でなんか数年後に一気に完結分全部出るとかいう異例のことになるかもしれないから、そうなったら激アツだよね。これ打ちます。めちゃめちゃ熱いけど多分その展開はないです。書いてほしいな、ハンターハンター最後まで見たいな。本当に面白いからこの作品は。じゃあ火力が出てなかった、ごめん。これミストバーンだったらね余裕なんですよ。10強3つも違えるとやっぱりね違うんですけどね。ここはしっかりチャコルとかが出してもらわないといけない感じかな。じゃあこれ打ってとりあえず大丈夫と思います。突破しましょう。 OK、ちょっとルーレット、うん、食らっちゃうんですけど、あー君か。じゃ君ただの花火なんで、ここロッドで頑張っていきます。自分の身は自分で守れ。いやこれがでかいわ、この木のコンボ加算がでかい。これずっと欲しいもん。はい突破。このコンボ加算マジで大事で、8階層ヨミちゃんですね。ヨミちゃんはとりあえずブラックバード打ってエンハンスかけてフルで殴っていけばいいかな。単発でやった方がいいかな、普通に闇のコンボ強化多いもんな。これでいこう。闇3セット15コンボどうだ。うん、ギリ無理。じゃあとりあえずこれで突破していきましょう。よし、全員ロットになったんだけど、それは求めてない。ああこれワンチャンね、これもうそこもガイドだになりますね。残念、そこは画廊だ。まあ今回出たんですけど、ブラックバード編成であればここはねミストバーンよりいい点がありますね。次のブリトラとインドラの攻撃は普通に素で受けることができますと。で、とりあえず2パン突破でもうどうしようかな。次、あれになってるな、木の回となってるのありがたいけど、もうこれロット打ちでいいよな。ただねコンボ加算がないから銃いかないんですよね。落ち込み1個乗らないと。落ち込み1個、落ち込み1個頼むよ。落ち込み1個でいいんだけどな、頼むわ。落ち込み1個でいいんだって。1個1個1個。なんかこれね、浦飯祐介の時もなんであ、抜けたわ、よかった。浦飯祐介の時も同じようなことやってたもんな。でここは画廊打ってあれだな、銃が2人いるのありがたい。画廊打ちので、まあ2コンボする分にはいいんだけど、とりあえずワンパン突破で半分までいっちゃダメなんで、一旦まあ止めといてあげて OK ですかね。とりあえずこれで半分いくかな。よし、でこの次で消せない状態回復固定なので、画廊打ってでコンボカさんもう入れちゃいます。はい、頭潰していきましょう。コンボカさんがありがたい。
あー死なない、あーもうやっぱミストバーンにこれ上学生無効貫通で入れた方がいい。あるよねあいつミストバーン無効貫通上学生、もうそれがいいわ。1コンボあるのとないのとでだいぶ違うのと、やっぱ上限触れるか触れないかはだいぶ違う。うん、今回は光でした。とりあえず初手無効貫通全力パンチいきます。ちょっと待ってよ、めっちゃ少ない。まあ、とりあえず10コンボはできました。オッケー、半分ぐらい削れた。で、あとはね、ちびちび削ってあげればいいかなって思うんで。抜いて、よし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 、いいよ。で、ロットいっぱいいるから、エスカマに来ても大丈夫よ。来たね、来ていくねー、スカマリソン、カモディスニー。じゃあ今回チャコル打って、いや残念、もう9ターンの間我々属性吸収もダメージ吸収も効かないですからね。じゃあこれで一回全力パンチ、全力パンチしても絶対半分超えで止まるんで、攻撃枚数的にもう抜けないので。オッケー。で、今回はもう一枚あるので、じゃあもう一枚もかましていきましょうか。じゃあこれも打っちゃって、よかったね、今回ちょっとロットの運が良かったね。で闇になっていくね、カマになっていくの結構ありがたいよ。こっから副属性の火力がしっかり出るようになるので、じゃあこれでぶち抜きます。 OK。 で時女神階層も2パンですかね、全力パンチしてからの2回全力パンチかな。どっちかっていうと副属性木の方がいいね。さあ2セットできるか、 OK ですね。でプレーナー回数は何ら問題ない、ガロ打てばいい、これ闇消せない方だな。エンハンス効いてるんで、まあ削り具合、まあでもね言っても3パンになるんじゃないかな。でここでねまた木のこいつが役に立つんですよね、コンボカさん。コンボカさんがマジでありがたい。はい、じゃあこれでコンボカさんで銃乗って突破していきましょう。 OK、 カマンも2体いるしいいんじゃないかな、コンディションとしてはそこまで悪くはないかな。とりあえず1ターン目はエンハンス打っていいと思うんだよな。エンハンス打ちの闇2セット止めの全力コンボ、これがちょうどいいと思ってるよ。まあわかんないけどね正直。多分ねこれでちょうどよくなると思うよな、半分いかないと思う全然。 OKOKOK、 素晴らしい。からこれ打つでしょ、まあこれ打ってもいいか、一旦全力パンチ。これでしっかり削っといて、こっからがね、ミストバーンだとね、厳しかったりするんですよね。無効貫通。これを、まあ、ブラックバーだとやりやすいかなっていうのはある。あ、残んないか。まあいいや。副属性闇の回とか強かったな。で今回光見るといいね、コインありがたい。まあ半分切った後の攻撃は普通に受け切れると思うので、まあチャコル打った状態で全力パンチ殴っていくだけですね。一旦削り切って半分行かせといて、ここで本当はねロット打ちたかったんだけど、まあしょうがないね、ちょっとないので。はい、じゃあまあちょっとこれで我慢しよう、鎌で我慢します。山だ削れなくていいよ、削れないと思ってるよ逆に。発狂はやめてほしい、もうむしろ倒すか倒さないからはちょっと本当に終わったーもん。はい、ということで、まあ面白いんでね面白いので、まあ普通に強いリーダーだと思います。はい、ただまあちょっと盤面によっては
場面というか場面によっては運ゲーかますと思うんで、まあその辺はうまいこと使ってあげてください。非常に面白いキャラクターだとは思いました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。なんでやねんほんま。